背番号6番内田健太です。背番号18番西川雄大です。この日スタジアムのメインスタンド側のチケット売り場の隣にあるジュニアドリームバス発行専用ブースでは、ジュニアドリームバスに登録していただいたお子様に先着で宝レーベン様のキャラクターが書いて入ったこのレーベートートバッグをプレゼントいたします。なくなり次第終了となりますのでお早めにお越しください。ジュニアドリームパスを発行すると県外の小学生はカタール富山のホームゲームを無料で観戦することができますので、ぜひご活用ください。そして10時から M3 ゲート前特設ステージにてステージイベントを実施し、カタール富山ダンスチームディープブルーをはじめ大道芸人の蜃気楼によるコメディーマジックや大道芸人しずくによるマジック&ジャグリング、スキューバによるバンド演奏などさまざまなパフォーマンスを披露します。またシーズンパス先行入場となる10時45分からメインスタンドコンコースにて大河くんの強風クレープでおもてなしを行います。対戦相手である京都にちなんで大河くんが強風クレープを販売してお客様をおもてなしします。1個100円で先着100名様となっておりますので、お早めにお越しください。さらに選手のピッチ内ウォーミングアップ開始前には、この日メンバー入りした18名の選手がメインスタンド、ゴール裏、バックスタンドの順にサインボールを投げ入れます。ピッチ内ウォーミングアップ開始前には、ぜひスタンドで選手が投げ入れるボールをゲットしてみてください。続いてグッズ情報のお知らせです。この日も新商品が盛りだくさんです。まず一つ目がこちらです。ドライマフラー第2弾です。この緑色で書かれたスペイン語は、和訳すると、いずれ美しくという意味になります。アンマ監督がテーマとして、掲げている汗をかいてアグレッシブにいずれ美しくという言葉がマフラーに刻まれました。そして新たにキーホルダーとスロットが4種類登場します。1つ目はリング付きカラビナキーホルダーです。バッグやベルトにつけてもとてもおしゃれです。そして2つ目はアクアストラップです。とてもシンプルなエンブレムのストラップはどこにつけてもぴったりです。3つ目はアクリルストラップです。可愛らしいデザインとなっております。価格も500円とお手頃です。4つ目はレザーストラップです。今までなかったデザインのストラップでとてもかっこいい仕上げとなっています。他にも新学期応援フェアとして人気の文房具セットをワンコインで販売いたします。とてもお買い得です。この時期限定となっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。さらにこの日はヴィンテージ福袋を販売いたします。選手が使用していた移動用バッグに非売品ウェアグッズを詰め込んだヴィンテージ福袋を限定3個販売します。このバッグに荷物を詰めて選手と同じ気分でアウェーに出かけてみてはいかがですか。早い者勝ちなので早めにグッズ売り場へお越しください。京都戦ではしっかり勝利できるよう頑張ります。スタジアムに足を運んで応援してください。今季初勝利を必ず挙げたいと思うので、ぜひスタジアムに足を運んで観戦してください。よろしくお願いします。一つ目はリング付きやばい。さっき俺が言われたやつやん。何カラビナ、カラビナキーボードって